皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。もう金曜日から日付変わって、もう0時回ってますんで、土曜日なんだけども。もう暑いね、今日っていうか金曜日もね、ほんと関西暑くて風が強くて、湿気も高くて。六甲山見ればね、もう白く霞んでるんだ、もう水蒸気で。湿気がね、あってね。で、遠くを見やれば、積乱雲ですよ。入道雲もあるね。もう夏だね。という感じ。で、今日は、金土日、大前はね、おしゃべりの仕事がないんだ。3日続くっていうのは珍しいんだけども、ねえ、これね、7月が大前は死のロード。これ大変なんだけど、ちょっともう休みばらけてほしいなという感じではあるんだけどもね。でね、この、その、おしゃべりがない分、この3日間で僕はコラムを2本書かないといけない。ね、書く仕事があってね。で、もう取材は先週、京セラでも済ませたんだけども、野球絡みのコラムを2本書くんだ。で、まあ、3日間で2本書こうと思っていたんだけども、この金曜日、お前は何もしなかった、何もできなかった、何も、やる気が起こらなかったという感じで、ということはもう明日、明後日、土曜、日曜で一本ずつ書き上げないといけない。もう土曜日こそはマストライト。絶対書かないといけない。やばいね、これはね。っていう感じでございますが。まあ、書き始めたら、すぐ書けるんだけども、そこに至るまでその気持ちが起こらないという僕の悪い癖です。っていう感じでございますね。さあ、もう夏は来ております。カズラジ、今夜もスタートします。はい、というわけで金曜日でございましてね、もう土曜日になりましたけども、メッセージご紹介しましょう。まあ、夏が来たということで、久堀智子さんです。いつもありがとうございます。久堀智子さんはね、私は大阪南部に住んでおりますということ。昨日セミが鳴いておりました。泣きましたか？ニーニーゼミかな？何ゼミかな？まあ大体先にこのエリアはニーニーゼミから、泣いてね、まあその後アブラゼミ、クマゼミという感じになってくるんだけどもね。僕がいつも散歩するこの近所、セミのシーズンになるとね、木の周りの地面には穴ぼこが開いてる。で、これはセミの幼虫が、地面から外に出てきて、その時に開けた穴なんだよね。でそこから木に登って羽化するんだけども、まだその穴を見てないね。で、久堀さんはもう夏です。夏は大好きな季節なんですが、60歳近くなるとだんだんきつくなりますね、ということは。そうだね、暑さこたえる。最近の暑さはまた昔の暑さと違うからね。はい、頑張って夏を乗り切りましょう。ありがとうございました。まだセミは聞いてないな。セミが鳴くと余計に暑く感じるね。夏のムードを盛り上げますからね、彼らは。やつらは。いいですね。まだセミ第1号、僕は。モスキート第1号はね、もう、モスキートは1号どころか、もう何号も見てますけどもね。爽快王さんです。羽田空港を利用する大前さんであればご存知かもしれませんが、JR 浜松町駅の世界貿易センタービルの解体の話題を投稿します。解体されるんだ、あのビル。へぇ。私には思い出がありすぎる。入社試験や勤務など。世界貿易センタービルの解体工事が6月末から始まるという情報を聞きました。大変驚いております。そのビルには JR、大江戸線、浅草線、羽田モノレール直結と、都内でも交通不便な物件。そうだね。まあ、あのビルに集中してますもんね。いろんな線がね。また浜松町界隈には増上寺や芝公園、海側にある旧芝離宮も風光明媚です。なるほど。建て替えは老朽化に伴うものとはいえ、新規ビルは2029年竣工。なるほど。本当に寂しく思います。最近は消滅する物事にはとかく敏感で感情的に反応してしまいますと。まあ、いろんな思い出があるからなんだろうね。世界貿易センタービル、以前はオリックスの東京本社もこのビルの中に入ってました。で、僕は1991年だったと思うんだけども、あそこの30何階の、社長室という部署に呼ばれてね、
で当時の、梶原さんは副社長だったのかな、なんかの本部長だったのかな、梶原さんって方いらっしゃってね、オリックスが今度ジャパンスポーツチャンネル、という CS 局を立ち上げると、伊藤忠さんと一緒にやるんだけども、まあ、そういった放送局やり始めるんで、ちょっといろいろと手伝ってくれみたいなことで僕は呼ばれたのよ、東京のその世界貿易センター30何階に、まだ僕は30歳の頃ですよ、30年前だね。懐かしいね。あそこから見た東京の景色っていうのはこんなに眺めがいいんだと思って見てましたけどもね。はい、そっか。あとはその貿易センタービルは飲食店もね結構いっぱい入ってて、昼間から結構飲めたりするのよ。だからメジャーリーグの中継を終えた後によくね、よくっていうか、まあコロナ前だけどもね、アキ猪瀬さん、アッキーとメジャーリーグ終わってからね、あとスタッフと、浜松町でね昼飲みしてました。で昼から飲み始めて、次の日ゲームの実況はない時なんかはもう夜のもう遅くまで飲んでました。同じ店で8時間ぐらい座るんだ、迷惑だっただろうね。まあでも結構な値段になるからお店嬉しかったのかもしれませんがね。懐かしいな、ありがとうございます。まあ本当浜松町のランドマークだったもんね。まあそれがまた新しくなるんだね。ありがとうございました。梅ちゃんぐさんは、実は私も大の犬好きでしたという過去形なのよ。でね、それなぜかというと、梅ちゃんぐさんは犬アレルギー、だったんだね。これは辛いね、犬が大好きなのにね。冬場は昔はね室内で飼っていた愛犬と一緒に寝ていたほどなのに、ということでね、かつてはフレンチブルドッグを飼ってらっしゃったというねことなんでね、まあそれはちょっともう辛いね。まあでもいろんな画像とか映像とか見て楽しんでくださいね。それ見て心癒されるってこともありますもんね。ワンちゃん好きなのにアレルギーがある、あ辛いなと思いますね。それから月のワウシさんは、ワンコ関連のお話、今回愛犬の手術でお世話になったお茶目な獣医さんのお話、今回かかりつけの動物病院の委員長さんに手術をしていただきました。愛犬を引き取る際に iPad で手術の内容を画像で説明してくれました。いいですね。でもね、はい、で、摘出した秘蔵の画像を見せていただいたときに、愛犬の視界にも入っていたので、グビーちゃん見ちゃダメと言いながら、iPad の写真を愛犬に見えないように角度を変えながら、私たちに説明してくださいました。いいですね。ワンコに見せないようにってね、ワンコはそれが何だか分かるかどうか分かりませんが、そっか。でも、あの経過も良さそうで良かったですね。ありがとうございます。チルドレンさん、私の地元である三重県は近鉄、近畿日本鉄道が実行支配を握っております。ほんまかいな。三重交通も近鉄グループだもんね。そのため JR は見向きもされないことが多いんです。そんなことはないでしょう。 JR 使ってる方もいらっしゃるでしょう。私の実家も最寄り駅は JR から第三セクター化された伊勢鉄道の駅ですが、そうなんだね。電車が1時間に1本程度しか走っていないため、カズラジは1日1本あるかないかです。自転車で20分かかる近鉄の白子駅を使っていました。私鉄が便利で JR が不便であるという環境で育って、それが当たり前だと思っていたため、琵琶湖線や京都線、神戸線の時刻表を見て驚きました。なるほど。当たり前だってだと思っていた環境が全く違ったことに驚かされました。まあそうだね。余談ですが、白子駅を白子と読む人も一定数います。まあ振り仮名ルビーを振っていなかったらほぼ白子と読むだろうね。普通の人間は間違えますね、ということ。間違えるね。僕は知っていた。なんで知ってるかというと、ここにホンダ、ラグビーのホンダヒートさんのグラウンドがあって、そこで試合することがあってね、何度かそこで中継したことあるのよ。白子から、まあ、そのスタジアムまでは結構
タクシーでも時間かかるんだけどもね、20分ぐらい行くのかな、ね、その駅を利用しておりました。ありがとうございます。あの近くなんだね、チルドレンさんはね、自転車20分、はい、ありがとうございました。それからヤマッチョさんです。高井康弘さん、世界の大打王ですね、のエピソード、触りを聞いただけでもゾクゾクします。いいでしょう、もうなんかいっぱい書けるよ。中澤信二さん、山内さん、中澤信二さんの信二という名前が間違ってます、字が間違ってますね。信じるじゃない、伸びるね、信はね、のお話も絡めて、いつの日か執筆よろしくお願いします。頑張ります。文書化されたら若い選手の教則本になりそうですね。私も幼い頃の西宮球場での記憶が鮮明によみがえりそうです。そうだね、ライブ楽屋見学付きチケット購入できたらいっぱい差し入れ持っていきます。待ってますよ、よろしくお願いします。甘いものは僕食べられませんので、よろしくお願いします。ジェンダリーノさんです。登録者数、これカズチューブの登録者数ね、6700人突破、まあ突破といってもすぐ減りますからね、カズチューブはローカル戦かもしれませんが、じわじわと広がりを見せているのかもしれません、見せているのかもしれません。そうかな、僕は嬉しいですとおっしゃってくださった、ありがとうございます。まあまあね、去年のオフにめちゃめちゃ減ったんだよね。一旦6600ちょっとまで行って、そこから2、300減って、やっと6700まで行ったという感じで、もうあんまり増えないけどね。はい、ツイッターのフォロワーの方はもう毎日一定数確実に増えていって、もうすぐ2万なんですよ。あと350ぐらい、400ぐらいで2万人達成、これちょっと嬉しいね。ツイッターのフォロワーの方が2万人いらっしゃるっていうのは嬉しいです。ツイッターという媒体自体僕は嫌いだけどね、どっちかというと誹謗中傷の温床なんで。だけどもいろんな、その、なんていうのかな、通信手段としてはね、素晴らしいツールだとは僕は思ってますね。まあでも、あの2万人もありがたいなと思いますね。ありがとうございます。まあ別に、それが収入につながることは全く関係ないんだけどもね。まあ通信手段としてのツールとしては優秀ですよね。でもあんまり好きな媒体じゃないけどもね。はい、ありがとうございます。ヒデ99さんです。トークショーの構成についてお褒めの言葉いただきありがとうございます。本当に楽しみにしています。ほんまかいな、もうみんな口だけだからね、あんまりそういうのは僕は信用しないようにしてますけども、まあ来られたら来てください。琉球のりたさんです。先日コメントを取り上げていただいた暗証テストが今日でした。お、合格できました、よかった。何を暗証したの、それ教えて。根性でなんとかなりました。ちょっと世界が広がった気がします。素晴らしい、大前さんに頑張ってねって言っていただいたおかげです。まあそんなことはない、あなたの努力です。ありがとうございました。何を暗唱したのか教えて、どれぐらいの分量を暗唱したのか、それも教えてね、よろしくお願いします。谷健さんもライブほんまに行かせていただきます。ほんまかいな。いつか告知があるのを楽しみにしております。いつになるか分かりませんが、はい、ありがとうございます。ミーポンさんですが、ギターの保管方法ありがとうございました。まあ、他にもあると思うんだよ、保管方法はいろいろとね、僕の場合はそうしてるっていうことでね。ハードケースってすごいんですね。ハードケースはすごいよ、その代わり高いよ。やっぱりいいハードケースっていうのは高いんだ。例えば楽器屋さん行ったらさ、数万のギターって売ってるじゃない、数万円のギターっていうのね。おそらくそのギターよりも高いくらいのハードケースが僕は、いくつかあります。いくつかあるね。一番安いやつでも2、3万はするんじゃない、ハードケースって。高いやつはもっとするよ、本当は。ギター買えるもん1本ぐらいのケースもありますということですね。小説のお話ですが、ミーポンさんね、中澤信二さんのお話が興味深いですね。あ、この字は合ってるわ、中澤信二さんね、私も読んでみたいです。そうでしょう、中澤さんの物語も僕は書きたいし、今年中澤さんの解説がなくなったんです、実は。
ちょっと僕はそれは残念でね、でもね、お元気なんで、一度また何かの、あれで、何かのあれでってね、何かの機会で中澤さんをちょっと登場してもらいたいなと思ってんな。放送がダメならこのカズチューブにでもね、中澤さんのお話は、また近々したい、いきたいなと思っております。そんな感じでございますね。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。もう暑いんでさ、本当暑い。この前の僕の誕生日のプレゼントで、一部スタッフからもらった誕生日プレゼントが、携帯用の扇風機、ちっちゃいやつあるじゃない、フランフランで買ってくれたやつをもらったんだけども、これなかなかいいね、結構いいわ。今まではちょっとバカにしてたんだけど、あんなの効き目あるのかよと思ったの、結構いいよ、携帯用の扇風機。というわけで夏に備えたいと思います。その備えるために今日ポロシャツを3枚買ってきました。もうちょっとあればポロシャツだけで1週間過ごせるぐらいの枚数を、新品というか新しいやつを入れようかなと思ってますけど、そんな感じですね。じゃあまた。